2016年2月12日、韓国メディア、韓国日報は、韓国のドラマやコマーシャルなど、テレビで放送される内容に、未だ男女差別的な要素が多く含まれていると報じた。昨年、韓国のドラマの中で、男女平等が適切に守られているかについて、専門機関が分析したところ、44作品で、65件の男女差別的表現が見つかった。また、29のバラエティ番組で62件、25の時事討論番組で11件、26の教養番組で48件の差別的表現があったという。指摘された内容は、男は笑うものじゃない、女性が強すぎるのはダメだなど、固定観念にとらわれたセリフや、女性を男性の従属的な存在、または男性の保護を受けるべき存在として描いた部分などだ。この報道に、韓国のネットユーザーからは、様々なコメントが寄せられている。テレビの中では、未だに、男は財閥、女はシンデレラだ。確かに、女が外で稼いで、男が家事をするドラマを見ないのはなぜだろう。テレビは、文化の情勢の先頭に立つべきなのに、何を考えているのやら。こういうテレビを見て育った人もものすごく多い。これは結婚しない人が増えそうだ。男だから女だから何かをしちゃダメ。この世で最も聞きたくない言葉だね。これが男女差別というのはこじつけが過ぎると思う。